ザ・ヘラルドはスコットランド・グラスゴーのカンボスラングで発行されているブランケット版の新聞である。日曜日を除いた週6日発行され、全国史としては世界で最も長い歴史を持つとされる。1783年1月にアドバタイザーを使命とする週刊誌として創刊し、1802年にジョン・メノンズが所有者となった。翌1803年に使命を ヘラルドアドバタイザーコマーシャルクロニクルに変更したが、さらに翌1804年にグラスゴーヘラルドと改名した。1858年に日刊誌となった。1836年から1964年にかけてジョージアウトラム商会の所有となった。買収はヒュー・フレーザーによって行われたが、10年後には論領者に転売されている。 1992年に氏名をヘラルドへと変更し、同年にカレドニア新聞出版グラス号に買収され、1996年にスコティッシュテレビジョンに買収された。2013年、関連紙のイブニングタイムズやサンデーヘラルドと共にニュースクエストグループの所有となった。マクアイバー、ジェイミー、スコティッシュデイリーペーパーセールススリップ。 グラスゴー、BBC スコットランド、2011年8月21日、閲覧。アバウトヘレルドスカートランド。グラスゴー、ヘラルドタイムズグループ、2013年4月5日閲覧。ABCDEFGH テリー、スティーブン、グラスゴーアルマナック、アンエ A、Z of the city and its people、グラスゴー、ニール・ウィルソン・パブリッシング、チャプター2、ラストページ。 ありがとうございます。